はい、としきです。よろしくお願いします。ということで本日はオリックス純正守備型オーダーでリアタイしてみたをやりたいなと思っております。はい、ということでスタメン野手を、それぞれ一番適性の高い選手をスタメンに添えてリアタイをやっていきたいなと思います。この企画意外とやるの初めてでして、なんでこの企画をしようかなと思ったかというと、やっぱりイチローさんの獲得が大きいですね。イチローさんを獲得したことによって、守備陣の見栄えがめちゃくちゃ良くなったので、今回は守備に注目して見ていただければなと思っております。本当はね、田口選手とか S ランク持ってればよかったんですけれども、現状まだ持ててないので本日は A ランクで代用しています。はい、ということでこちらが今回の守備適性になるんですけれども、ファーストのみが適正 C で、それ以外は適正 B 以上のガッチガチの布陣になっております。僕自身そんなにバッティングいっぱい打てるわけではないので、打てないなら守って勝ってやろうということで、本日はこちらのオーダーで勝っていきたいなと思います。はい、打順はこんな感じでオーダー組んでみました。イチロー選手を今回は4番ライトに添えております。それでは試合やっていきましょう。はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、相手の先発ピッチャー山岡選手ですね。お相手の方ね、打率4割ぐらいある方なんでね、ここはね、なんとか1点取って、で自慢の守備で抑えていく野球見せたいなと思います。よろしくお願いします。 OK、 ナイスバッティング。ランナーを一塁に置いています。アウトコース打ちました。サード取った。さあ、そして4番イチロー選手です。本日はさすが、これがイチローよ。はい、ナイスバッティング。いかにもイチローらしいバッティングで先制していきました。いやー、さあこの守備です。美しいです。純正でね、これだけできるんですから、本当にオリックス純正素晴らしい。ということで、相手の1番バッターイチロー選手、さあまずはね、守っていきましょう。もう1点取れたんでね、あとはね、このオリックス純正の堅い守備を見せていくだけだと思います。さあここ1回見せとこう。ああ、うわー、ナイススローイング。さあお相手の方打率4割後半あるんでね、ここは最悪1点取られても仕方ないぐらいのシフトにはなるかなと思うんですけれども、なんせねこの守備陣なんで、ファインプレーなんかも期待したいところでございます。外していい、ごめん、ここはダメだ。 OK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 。さあ正隆選手もここは長打警戒で、ここも先ほど同様にしっかり抑えてくれれば大丈夫ですね。なるほど、そうですね。さあそうそう、戦場に投げてほしい。あ、オッケーオッケー、そういうボール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 、オッケー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 、悪くない悪くない。さあまっすぐ、もうちょい見せとくか。オッケーオッケー、ナイスショート。さあ落合さん、ここね気を抜かずに守っていきたいところなんですけれども、めちゃくちゃ怖い。これボール球で OK よ。 OK。 さあレフト、はい、ナイスレフト。まずは無失点で守っていく。さあ6番 T 岡田選手、はい、ナイスバッティング。さあせっかくなんでね、本日はここあえて代打を送らずに試合していきたいなと思います。いや、ゲッツーかーい。さあ田口さん、個人的には初使用でございます。今までね全く出番がなかったんですけれども、ここはね A ランクなんですけれども、そうですよね、打っていきたい。あー、ショートゴロか。はい、ということで最終回ここ守っていきましょう。長打警戒、相変わらずの長打警戒で、よいしょ。さあ怖いかな、ここまっすぐどう。 OKOK、 ナイスピッチ。さあ宗隆さん超アーティスト出てる、
これ一回外に逃げるボールも見せといていいかもな。オッケー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 、非常に効果的で、これボール球でいいよ。あー、ストライクはやりすぎ。オッケー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 、危ない危ない危ない。一回ボール球見せときましょうか。これはオッケーオッケーオッケー。で差し込め、実はボール球まっすぐ。さすがですね。ベストピッチ、オッケー。サード、はい、ナイスサード。さあ打率4割後半相手に無失点、アウトあと1つ。 OK、 右バッターに対してはこのインコースに食い込んでいくシンカー、 OK、 ナイスサード、ありがとうございました。はい、それでは2試合目よろしくお願いいたします。高校です。はい、相変わらず美しいスタメン陣ですね。お願いします。さあこちらの先発ピッチャーは山岡投手。さあまずはのりさん、昇王だけ警戒で縦スラを見せると、その低めきっちり投げることができる。オーケー、初球打ち、この打球はフライになっています。内ショート。さあバースさん、これめっちゃ怖いな、めちゃくちゃ怖いですが、どうだろう、これナックルカーブ。オッケーオッケーオッケー。ああもう最悪ね、もうこんだけステータス上がられたらフォアボールでもいい気がする。オッケー、セカンド、オッケー、よく追いついた。さあそして来た選手、この回の山岡4球で2アウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思うんですよ。はい、そうですよね。オーケー、ナイスセカンド。はい、しっかり無失点で抑えていきます。さあ相手の先発ピッチャーは、石川歩夢投手ですね。お相手の方も結構守備いい感じですね。うわーセカンドゴロ、うわうまっ。うん、オーケー、ナイスバッティング。さあそして4番イチロー、特殊能力出ない。バッターボックスは4番一郎、ヒットでランナーを一塁に置いています。ピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャー、これはあー上がりすぎた。さあでは気を取り直して守っていきましょう。よろしくお願いします。バファローズ得点に動きはありません。回縦スラ2世の OK、まあ、ここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。さあどう、なるほど、さあどう来るか。ナックルカーブ、オーケー、いいよ。さあ広角出てるからちょっと怖いけど、オーケー、ナイスボール。さあ粘り打ち持ってるか、まっすぐ、オーケー、これはオーケー、ショート、よく追いついた。さあまっすぐボール球でいいよ。おお、これはレフト、はーい、さあスラーブも見せていきましょうか。ここに外に逃げるスラーブ、サード、オッケー、ナイスサード。いやー守備硬いですね。さあしっかり守って1点取って勝つ、1点でオッケー、よろしくお願いします。いやー惜しい、2つ2つ2つ、オッケーオッケー、ナイスバッティング。いや惜しかった。さあ T さんで決めてしまいたい、チャンス発動。なるほど、そうですね、変化球打った、掴んだ、1塁アウト。さああえて代打を送らずに若月選手、若月が入っています。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ今度こそはここで決めたいですね。なるほど、そうですよね。さあこれはよっしゃー、ありがとうございました。守って勝てました。はい、ということで本日はオリックス純正守備型オーダーでリア対やっていきました。いかがでしたでしょうか。ピッチャーを中心にしっかり守って数少ないチャンスをものにする野球、もうまさしく守りの野球が、このバッティングが
フォーカスされがちなオリックス純正ですることができました。まあ、今回ですね OB の選手が、まあ、外野3人が OB の選手になるんですけれども、まあ、こんな感じでオーダーを組んであげても、まあ、こんな感じで現役だけでも全て適正 C 以上でオーダーを組むことができます。なのでオリックス純正は本当にバッティングもいいですし、まあ、守備も全然あのウィークポイントがない本当にバランスのいいチームだと思います。まあ、こんな感じでね今回はまあ守備に全振りオーダーでリアタイやってみたんですけれども、また打撃に全振りしたオーダーっていうのもね組んでみたいなと思いますので、そちらもお楽しみいただければなと思います。ということで本日の動画は以上にしたいと思います。このチャンネルはオリックス純正を中心にプロスペースの魅力を発信しているチャンネルとなります。皆様から応援していただけるとすごく嬉しいです。その動画もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで本日はこの辺でバイバーイ。ライト、さすがイチローさん、だいぶキャッチ。